キノコのこのこ元気の子、どうもサトチンです。今回は海洋堂特産品なめこの山ボリューム3をワンボックス買ったので開封していきます。ガング菓子チューイングガム10個入りです。なめこの山が僕も気になったので買ってみました。それでは早速開封していきましょう。海洋堂特産品なめこの山、台座付きなめこフィギュア全9種、ニュッと伸びる柔らか素材、気持ちいい収穫の食感を再現しています。それでは全9種類ということで、果たしてコンプリートできるのか、そしてもしコンプリートできるとして一つ何が被るのか気になりますね。一つ目、テレツテツテテ、あ、ガムガムからのほい。一つ目はおでんなめこ、換金額 210NP、 収穫数1。おでんに似たなめこ、コンビニのおでんコーナーにさりげなく紛れてるらしい。ローマ字の方がちょっとかっこいいのでローマ字を貼りました。おでんなめこ。2個目、テレツテツテテン、お、言いにくいやつ、毒アジロガサ。毒々しいキノコしてますね。致命的な毒キノコ、食べちゃダメ、絶対毒アジロガサゲット。3個目、ニョキ、おお、ワルナメコ、ワルナメコ、かわいい。ワルナメコ、悪の道に染まり出したナメコ、ガラス製のハートの持ち主、ガラスハートのワルナメコ。4つ目、キノコ、キノコ、ノコノコ、おお、この形。4つ目はダンボールナメコ、換金額 777NP、ダンボール製のナメコ。5個目、まだかぶりなし、ニョキ、おお、かぶり、おでん、早速かぶったおでんナメコ。2個目、5個目はおでんナメコ。もしやコンプリートできないとか、いや、できて、できるはず。できてくれないとワンボックスで買った意味がない。もうかぶらないでほしい。かぶるなよ。お、普通のナメコ、おお、ナメコ D、 イニシャル D。 6個目はナメコ D ゲット。よしよし、これでコンプリートの夢がまだ途絶えてない。7個目、キノコ、ノコノコ、おお、これは山岳ナメコ、かわいい。山岳ナメコ、山のようなナメコ、いつか富士山を越えたい。7個目は山岳ナメコ。8個目、キノコ、ノコ、うわ、モフモフしてる。これは原始ナメコ、イエティみたいな感じ、モフモフ。画像はモフモフしてるけど、こっちはザクザクしてる。原始ナメコ、遥か昔ナメコには桃色の体毛が生えていたとかいないとか。9個目、あと持っていないのがナメコ盛り合わせとお化け白ナメコ。この2つが出ないとコンプリートできない。出てくれ、俺のキノコ。ほい、おお、真っ白、きたね。9個目はお化け白ナメコ、やや大柄な白ナメコ。戦闘力は上がったが、やはり記憶は真っ白。お化け白ナメコゲット。さあ10個目、ナメコの盛り合わせでコンプリート。まあ、出ると思うけれどもまだ心配。盛り合わせ、盛り盛り盛り合わせゲット。いっぱい入ってる。うわ、秋ですね。ナメコをカゴに詰めた一品、お見舞い、ご贈答にどうぞ。脱走癖があるので注意。10個目はナメコ盛り合わせ、見事コンプリート。やったね、ナメコ、メコメコナメコ。最後は気持ちいい収穫の感覚を再現してあると書いてあるので収穫してみましょう。収穫、おお、あ、一発目だけかな、一発目だけがすごく気持ちいい。二発目になるともうちょっとね、収穫されちゃったんで吸い付きがないですね。それでは新発売の海洋堂特産品なめこの山ボリューム3の開封動画でした。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。